暑い暑いもう暑いわ、なんでこんなクソ暑いのに冷蔵庫ぶっ壊れてんねんほんまに。ああ、はい、マリンちゃん先生のおやつタイム、はい、皆さんこんにちは。今日もねめっちゃ暑いですね。はい、ちょっとライトがちょっと電池が弱まってきてもう意味ないかもやけどもういいか。はい、まあね、マリンちゃん先生のおやつタイムということで、あ、ちょっとあれ冷蔵庫がぶっ壊れていて食材の保存とかねできなくって、ちょっと料理教室の授業の方がね、2週間ほどちょっとできない状態になっておりますので、その間に、ネタ切れにならんようにということでまああんまり思うそういうこととかも言えないんですけれども、まあ、ちょっとつなぎのネタということで、はい、マリンちゃん先生のやつタイムで食レポを、まあ、まあもうね、なんじゃらほいという前にもう見えてますけれど、すでに見えてますけれども、今日はわらび餅を食レポしたいと思います。よし、それではいただきます。うん、このわらび餅めっちゃね、この一粒一粒が大きくてすごく美味しいんですよ。うん、美味しいな。美味しい。はい、ちょっとね、やはり冷えは少し甘いんですけれども、うん、上品な甘さで、本当に控えめな感じの甘さで、あっさりとした感じで、で、きな粉がたっぷりかかっていて、とても美味しいです。きな粉の風味も。でもいい感じで昨日買ってきたやつなんですけれども、1日経ってもきな粉がねべちょっとなっておらず、とても美味しいです。うん、で一粒一粒が大きいのがすごくね満足感があっていいですね。はい、で食感はもちもちしていて、とても舌触りもよく喉越しもよくっていう感じで、このくっさつのやつにぴったりの、一品となっております。はい、ということで、この後で撮影を終わらして、私本当にこれ大好きなんで、だいたい1回のデザートで、大体ランチのデザートでこれを半分ぐらい食べてしまうぐらい好きなんですね。で、その後夜食べるみたいな感じで、一人でこのパックを食べてしまう、いつも一人でこの一パック食べてしまうぐらいわらび餅大好きです。はい、ということで、まあ、この後ちょっとまあ毎度のことながら全然おもろいこととかも言えませんでしたけれども、つなぎの小ネタの撮影を、終えてから美味しくいただきたいと思います。はい、それではじゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。